皆さんこんにちは、宮古リフォーム小川です。今日も名古屋のリフォーム会社エフォールさんと一緒にお送りしたいと思います。エフォールさんでもリフォームチャンネル持ってますので、僕も出演してますので、ぜひともそちらもご覧ください。概要欄にリンク貼っておきます。で、今日のテーマなんですけれども、はい、床の工事、床の張り替え系ですね、はいはい、やっぱりたくさん施工経験をお持ちだと思うんですけれども、はい、やっぱりこう床って結構構造によったりとか、お客さんの要望、うん、築年数とか、はいはいはい、そういうのを踏まえた上で、うん、最適なリフォーム方法を提案しないと、あ、そうです、ね、結構後でやばいことにならないですか、はい、うん、そうですよね、はいはい、今回の話としては戸建てに限った話、マンションちょっと置いといて、はいはい、戸建てに限った話なんですけども、うん、はい、どういう場合にどういう施工方法をすべきなのかというところについて、はい、まあ、お話しさせていただければなというふうに思います、はい、リフォーム業者様必見、宮古リフォームの成功ノウハウすべて教えます。詳しくは概要欄ま で。大前提として、はい、まずなんですけども、まあ、ここら辺も梅沢さんよくご存知のことだと思うんですけども、はい、床の構造がどうなっているのかというところについて、うん、はい、まずちゃんと理解しないと、どういう、はいはい、施工方法をした方がいいのかというところが、まあ、変わってくると思いますので、うん、はい、そちらのお話をさせていただきます。で、まず大きく戸建ての場合ですけども、はい、まあ、特に1階ですね、はいはい、床の構造っていうのは大きく1枚張り、まあ、捨て張り工法というものと根張り工法、はい、まあ、この大きく2つに分かれてきます、はい、で、築年数によって結構このどっちなのかっていうふうに分かれてくることが多いんですけれども、うん、はい、まあ、正直僕らがリフォームする物件って、うん、まあ、築30年、はいはい、まあ、超えているような物件が多いわけで、うん、その場合は大概値張り工法ですよね。そうですね、はい、これ値張り工法ってこれ何かというと、まあ、今図出しておきますけれども、基本的には普通の今の木造住宅ですね、使い石があって塚があって、はい、それを大引きという太めの、はい、角材が受けるんですよね、うんうん、で、その上に根田という比較的細め、うん、はい、45ミリ角そうですね、はいはい、の角材が上に乗ってて、うん、その値段に対して直接フローリング貼られる、はい、これが値張り工法になります。まあ、築25年どうですかね、まあ、築30年ぐらいだったら大体値張り工法が多かったりするんですけど、大体こう築20年ぐらいのもの、まあ20年、まあ、2000年ぐらいですかね、建築年でいうと、はいはい、大阪に値段レス工法、値段を入れませんというような工法が出てきてます、うん、これは何かというと、使い石があって塚があって、その上に大引きが施工されるっていうのはまあ一緒なんですけれども、はい、その上に24ミリ厚角じゃなくて24ミリ厚の合板貼って、はい、その上にフローリングを貼るということで、はい、もう値段を入れない工法っていう、うん、まあ、これは大きく2つに分かれるわけなんですよ、はい、まあ、こうすることによって、まあ、その値段張り工法に比べて床なりのリスクが少なくて、はい、まあ、より耐久性に優れた、はい、まあ、床になっているっていうのが、まあ、直近の床になります。はい、なので、まあ、どちらかというと、まあ、僕らが結構リフォーム相手するのっていうのは、まあ、1枚張り工法、はい、値段に直接フローリングが貼られているもので、値段レス工法に比べると比較的耐久性、うん、そうですね、やっぱふかふかしてたりしますよね、うん、やっぱ年数経ってるとそうですね。で、結構築古の物件でこう床がふかふかしてる物件って結構多かったりすると思うんですよ、はいはい、はい、その物件ってじゃあどういう理由でふかふかなってるのかっていうと、うん、先ほどの値段レス工法の場合は、はい、結構フローリングとか床の厚み自体がやっぱり24ミリ貼って、その上12ミリ貼ると36ミリということで、はい、結構分厚いんで、はい、なかなかそこのこうフローリング自体が劣化することは少ないんですけども、はい、値段レス工法だったらそれが沈み込んじゃうんですよね、うん、そうですね、まあ、結局その間が何も下地がいない状態で、そうですね、値段の間がね、はい、はい、まあ、ふわふわしていくっていうのがありますね、やっぱ。で、それがまあ結局フローリング材って言ってもこれただのベニヤ板、うん、合板ですよね、はい、ベニヤの短板が何重にもこう重ねられて1枚のこうベニヤ合板、はい、フローリング材ができるわけなんですけども、はい、それが何度も踏まれることによってボンドが切れてきて分離するんですよ、うん、剥離するんですよね、はいはい、まあ、それがふわふわの原因になってるっていうところですかね、うん、はい、まあ、なんでよくそのふかふかな、まあ、床がふかふかなってるところって、はい、大概こう階段の下とか、あ、そうですね、よく踏むところ、よく踏むところ、はいはい、だからリビング入ったところとか、はいはいはい、キッチンの前とかも結構なってないですか、ね、なりますね、はい、はい、うん、っていう感じでやっぱ経年で結構その踏み固められるところっていうのは、うん、結構そういうやわくなってて、はいはい、もう床張り替えたいなっていうところがあるのは、うん、そういう床の構造が原因になってますよという話になります、はい、リフォーム会社をお探しの方必見、これまでリフォーム塾に出演していただいた企業を地図から探せる、詳しくは概要欄へ。で、まあ、今回中心のお話としては、はい、まあ、今お伝えしたように値段張り工法の方がやっぱり今のその床の寿命が、うん、
はい、ということで、まあ、その時にどういうリフォームするのかというところについてお伝えしたいと思います。はい、改めてお伝えさせていただくと、はい、値段張り工法であったとしても、はい、まあ、捨て張り1枚こうベニヤをかまして、うん、その上にフローリングを張るという方法と、はい、値段に対して直接フローリングを張るという方法、はい、大きく2つがあるわけなんですよ。はいはい、当然ですけども捨て張り工法の方が1枚ベニヤ板をかましている分、はい、強度が高いというような状況を作り出すことはできます。一方で1枚張りの場合は、はい、先ほど梅澤さんが言っていただいたように根田と根田の間は下地が何もない状況になって、はい、フローリング材だけになりますので踏めば踏むほど柔くなっていく可能性が高いような状況になっています。はい、で大概もその根田張り工法の場合っていうのはもう1枚しか貼られてないですよね。はい、そうですね。はい、でまあ柔くなっていくので床を張り替えてほしい。じゃあその時にどうするのかというのが次の話になります。はい、今これ表を出しておきますけれども結構いろんなやり方がありますよね。はいはい、まあ、僕の中で把握しているのをお伝えさせていただくと、その根だ張り工法のフローリング自体を張り替える、根だに直接貼られたフローリングを張り替える方法、はい、2つ目がその根だに貼られたフローリングの上にフローリング、新しいフローリングを貼る方法、はい、でそれには厚みが12ミリのものもあれば、うん、5.5 ミリのもあれば、うん、1.5 ミリのものもあるっていうことであって、はい、どれを貼るのかっていう問題、うん、で今度フローリング木材のもの木質のものを貼るんじゃなくてフロアタイル塩ビタイルを貼ることもされるかと思います。はいはい、あとはまあ塩ビタイルなくてもクッションフロアを貼るというのもなくはないと思うんで、うん、まあ、そういったケースに関して、まあ、ちょっと僕たちのおすすめ度、はいはい、っていうのをお伝えさせていただこうかなと思います。はい、で1つ目がフローリングの張り替え、うん、はい、で張り替えにつきましてはどうですかね。うん、まあ、やることは、まあ、それやりますよね当然、まあはい、ですけれどもやる場合っていうのはケースとして限定されるとこういう場合にもやるっていうのが僕ならありまして、はい、それは何かというと下地が結構傷んでるだろうなって時ですね。あ、まあ、下地ってこれ先ほど言った根だとか大引きからもかなり傷んでるだろうと、築年数が経っていて、うん、はい、もう 4,50 年経っているようなものに関してはもうそこからダメになっている可能性がありますんで、はい、そこから交換しようと思ったら当然ですけどフローリング自体も張り替えなきゃいけない、はい、っていうことがまず一つあるかなっていうところですね。はい、ただあの問題点としては当然ですけどもやっぱ解体工事が伴いますん で、うん、でそこからまた下地をね、はい、作り直してきたりということで、はい、結構費用かかります。そうですね、はい、まあ、やっぱ手間はかかりますので、うん、ということで、まあ、状況が良かったらどうするかっていうともう下地やり替えずにもう上張りするっていう方向に流れていきます。でそれがあの12ミリとか 5.5 ミリとか 1.5 ミリいろんなフローリングがあるわけなんですけども、うん、はい、あの今回僕がおすすめしたいものとしては、はい、12ミリのフローリングを貼るということをおすすめしたいと思います。はい、うん、であのまあ、5.5 ミリとか 1.5 ミリってあるんですけど、はい、まあ、デザイン的にねただ綺麗にするっていうだけであれば、うん、まあ、そうですね、はい、そういった 5.5 ミリ 1.5 ミリを上張りするっていうのはまあ結構ありやと思うんですけども、うん、はい、問題点はこれ何かというと結構 5.5 ミリとか 1.5 ミリってそういうなんかリフォーム用のフローリング高くないですか。うん、あ、そうですね、それも価格のところもありますね、やっぱ、はい、価格の問題もあって、はい、まあ、なかなかこの 5.5 ミリとか 1.5 ミリっていうのはこうおすすめすることっていうのはまあんまり多くないかなと思いますと、はい、で一方で12ミリ普通にその根田に対して直接打ち付けるようなフローリングを、うん、あの上から貼ることはあるんですけども、うん、これいいところは何かというと元々のフローリング材を下地にしてその上に貼ることで、はい、まあ、実質の捨て張り工法を実現できるってところですね。まあ、ちょっと話が結構専門的になってややこしくて申し訳ないんですけども、はい、先ほどのご説明したように、うん、根田と根田の間にフローリング、まあ、根田と根田の上に直接フローリングを貼るとその間に床材下地がないので、はい、まあ、ふかふかしやすいですと。うん、ただ今回そのフローリングはそのままにしてその上にもう一枚新しいフローリングを貼ることができれば、はいはい、二重床、あの捨て張り工法と同じ効果になりますので、はい、ふかふかになる可能性っていうのはかなり減らすことができます。うん、はい、でなおかつ解体を伴った工事じゃないので、はい、費用を抑えられるともに比較的こう12ミリのフローリングっていうのは 5.5 ミリとか 1.5 ミリに比べると一般的なフローリングで種類も多いので、うん、はいはい、結構費用も抑えめのものを選べたりしますよ。はい、っていう感じで12ミリフローリングを既存のフローリングの上に上張りするっていうのが、うん、まあ、一番コスト的にも、はいはい、まあ、そういう耐久性的にも、うん、まあ、いいんじゃないかなっていうことでこちらをお勧めさせていただいております。はい、ただあの問題点としては、はい、12ミリのフローリングを既存の床に上張りするということで、はい、稀にあれなんですよね、結構こう昔の家って敷居分下がってたりとか、あ、はいはい、そうですね、はい、そういうところがあるんで、うん、12ミリを上張りすることによって、はい、まあ、バリアフリーに近くなったり段差が減ったりするところも多いんですけど、はい、逆にやっぱその12ミリ上がったところにこういう風になってしまうところ、敷居より上がっちゃって、はい、敷居上がっちゃうところとか、はい、窓枠に対してちょっと上がっちゃうところがなくはないんで、うん、まあ、その12ミリのフローリングを張った時にどういう影響が出るのかと、
はいはい、どういうところにどういう段差ができるのかというところについて把握して、うん、まあ、物によって見切りを入れるであるとか、はい、まあ、逆にその12ミリ上がるとかなり生活に不便が出るのでやめときましょうとか、はいはい、まあ、そういうところのジャッジをしっかりする必要があるかなというふうに思います、うん、はい、まあ、その他結構コスパのいいリフォームとしてはフロアタイルを上張りする、はいはい、既存のフローリングの上に上張りする、はい、クッションフロアも、まあ、これ水回りが多いですかね、まあ、洗面所とか結構比較的多かったりしますけども、うん、はい、そういったところで既存のフローリングに上張りするっていうことがあります、はい、でただやっぱこうやって上張りの場合って一つ気にしなきゃいけないのは、はい、下地がもう悪くなっている時、あ、はい、そうですね、はい、ですね、でまた写真出しときますけれども、うん、もうふかふかしているような現場っていうのは部分的にそこだけ大工さんが張り替え て、はい、まあ、替えて、はい、でその上に新しいフローリングを張るっていうような感じで部分的に補修して、はい、やる場合も結構多いかなっていうところですね、うん、なので上張りの場合は、まあ、ちゃんと業者さんが下地を補修してからその上に貼ってくれるかどうかって、はい、まあ、多分そうしてくれると思うんですけど、さすがに、はい、やるとは思うんですけど、ね、はい、やるとは思うんですけれども、はい、一応、まあ、上張りの、まあ、制約事項としてはそういった補修っていうのが発生するかもしれませんよってことですかね、はい、であとは、まあ、下地からやり替えるっていうそのフローリング張り替えのパターンとして、気にしてほしいところとしては、はい、まあ、どこからやり替えるかというところで、うん、で結構もうその築年数古かったりするともう地盤沈下が進んでたりとかして、うん、まあ、外壁の基礎が落ちてますと、はいはい、ってなると全体的にその床のもう部材、はい、まあ、その大引きとかがこう弓なりに曲がってたりとか、うん、はいはいはい、するような現場もありますし、はい、あとはあれですね、シロアリ結構この問題もはらんでますね。昔のそのお家っていうのはベタ基礎じゃなくて、はい、布基礎、家の下が土になっている、うん、状態の場合は結構やっぱ湿気が溜まりやすかったりとかして、シロアリが発生しやすいような状況になってますので、その場合のそのシロアリ被害がないかどうかってところを確認した上で、まあ、部材のそういった部材の再利用するかしないのかというところを、はい、まあ、確認する必要があると思います、はい、まあ、そんな感じで、まあ、床の張り替え一つ取ってみてましてもいろんな注意点がありますので、はい、そういったところ、まあ、ちゃんと業者にも確認してすり合わせた上で、どういった工事するのか確認していただけたらと思います、はい、今日は以上になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。